今日はいい天気で。いい天気ですね。ビブロビオリビオリで。ビブロビオリで。そんな寒かな。体操仕上げ剤。まあ余計なこと言い過ぎなんですよね。そうなんですよね。これ馬の毛ですね。違いますよ。これは山瀬造園流養生の入り方。一センチ。手に返してやられる。それ勝ったでしょ。おはようございます。おはようございます。今日はいい天気で。いい天気ですね。ビブロビロ日和で。ビブロビオリで。千田さんも噛んだ。噛んでないです。今日はもうここコテモヨ塗ってこうと。はい。この間このボンドを塗ってもらってますね。はい。あとこの目地処理。はい。目地がこうブロックが溶け込んでいると、こういうふうに溶け込んでいると、塗った時にその目地が浮き出てくるんです。厚みの違い、なるほど、仕上げの時、そう終わってからですね。この平らにしとくことで目地が浮いてこないようにようになるんです。はいはい。お使用する道具を紹介します。あ、おはようございます。何してるんですか。あの今からビブロの上塗りの。ビブロ。あ、外装仕上げ剤。そうそう。あのコテ模様で使うやつですね。前にここの下地処理、はいはい、あのもう今ブロック塗ってるやつはもうこっちは仕上げたもんで下地処理だったね、はい、だからベージュのやつですね。そうですね。で上塗りの方の、はい、上塗りのブランド入りをそのままし、はい、とこうか。はい、これなんですね。細かいシルキーの方が細かいやつですね。そうですね。シルキー外装材料をボンドを混ぜて、これでペア、ワンペアこれで2平米分、2平米分あるんですね。そうですね、はい、これと水でミキサーで混ぜたら、うん、ミキサーで混ぜたら、できると、10箱分、20平米ちょっと余裕持って、足りなかったらちょっとあれやもんで、ちょっと余裕持って、はい、次の現場でも使うので、はい、まあちょっと多めに頼んでもらって、これはまあ素人さんでも塗りやすい。そうですね、乾くの早いからテンポあるんじゃないですかね。あ、まあまあそうですね。それで使用する道具はどういうのを用意するんですか。それは今から段取り。あ、すみません、黙っておきます。まあ余計なこと言い過ぎなんですよね。そうなんですよね、はい、あの段取り的に考えてまだまだ段取りしてないしてないのに次々言ってくるんですそうですね。この会社、この会社ブラック企業なんですか。そうじゃないですグレー寄りのブラックじゃないですグレー寄り、もうブラックって言ってくださいそこまで。これがまあ、使用するオケ、払って、この中で寝るんですね。そうですね。それで、攪拌機、バケツと。養生もまあし、まだしてないですよね。養生で、こういう、まあ、ホームセンターで売ってますね。ハゴ板。こういう。ハゴ板っていうのはわからんけど。こう塗るやつですね。こうやって塗るんですね。はい。うちはちょっとコンクリート売ってしまっとるもんで、はい、コンクリートの落ちないように。はい。養生を今からしていくんですね。はい。それで、そのコテは四角いやつですね。上塗り用のコテですね。はい。はい、と、その材料をすくうのに、レンガごと、あと、ハケ。こういう、馬の毛なんですね。これ、馬の毛ですね。違いますよ、これは。これは何やつ。これは、人工用で作ったんです。人工用の馬の。このハケ。馬の毛です。違う違う。これは人工用の方の毛です。あ、そうですね。僕、馬の毛やなって言わないです。めんどくさいです。